その男に騙されるな。俺たちの仕事は水際で国益を守ることだ。ウランが流出した？絶対あってはならないことです。震災後の混乱を狙って日本に潜入してきた奴らが動き始めている。奥田香織を落とす。ご主人が今日入手したものを知りたいんです。やるわけないじゃない。あんたはもう後戻りできない。あなたは自分の借金返済のために国籍を売ったのよ。いつまでいい母親を演じるつもりなんだ。琴美ちゃんが言葉を話せないのはあんたに捨てられたからだ。それ以上言ったら殺す。落ちてか。極上の弾です。ロッカーの中にない。戻って香織さん。俺が奴らの手に当たれば総理は火の海にある。何やらそほどしてくんかどんだ。どういうことで許すマッチポネスはな。公安が人を騙す時の目だ。あんたが来なければ幸せに暮らしたのよ。公安の魔物だ。外事警察。その男に騙されるな。娘さんに必ず会わせますよ。